ミニバス。おはよう、キキ。あ、ママ。どこ行くの？ああ、子羊の毛が長くなったから毛を刈ろうと思って。あ、あれ？あ、子羊がいなくなったぞ。本当にありがとうございます。道に落ちていた毛のおかげで子羊が見つかりました。毛を全部刈らなくてよかったです。ねえ、あ、どうして中に入らないの？パパに叱られてばっかりで、うちに帰りたくないんだ。服はいい子なのにどうしてかな？大丈夫、僕が手伝ってあげる。どうやって？まず中に入ろう。問題が起こったら僕が解決してあげる。またチンゲン菜に人参か。いつも同じ。僕野菜大嫌い。あ、うん？大丈夫。チンゲン菜と人参は僕に任せて。え？お皿。うん。うん。キキ、遠慮しないでたくさん食べなさい。ん？服、野菜から食べなさい。変色しちゃダメだ。おじさん、僕人参が大好物なんです。人参をください。おお。え？あ、うん。キキは本当に偉いな。好き嫌いしないで。身が売りのあえ物だ。たくさんお食べ。それも僕の大好物です。全部食べたよ。キキと遊ぶね。一緒に遊ぼう。待ちなさい。福、ご飯を食べ終わったら何をするんだっけ？お皿洗い。パパは僕のことが嫌いなんだ。いい方法がある。凡人。パパ。本当に綺麗だ。お皿洗いも全部やったから、キキと遊んでもいいでしょ？ダメだ。三字経を読んでから。人間の心は善。かわいそうな服。遊ぶ時間がない。似ているが習慣によって差が出る。お話マシーン。学ばなければ道から外れるかもしれない。ダイヤモンドゲームしよう。まだ読み終わってないけど。お話マシンが読んでくれるから聞きながらゲームしよう。わあ、やったー。先生は似ているが習慣によって差が出る。おいえ、僕の勝ちだ。とっておきの手を見せてやる。はいはい、やあ。朝は福の大好物のオムレツを作ってあげよう。おやつはパンと牛乳。福が喜ぶだろうな。福にメモを書かなきゃ。キキ、何してるの？パパを見てごらん。かわいい福、パパは3日間出張に行ってくるよ。冷蔵庫の中に3日分の朝ごはんを準備しておいた。1日目はオムレツ、2日目はツナ野菜サラダ、3日目は…福、いい習慣を身につけて立派な大人になってほしい。最近福にちょっと厳しすぎたかな。福がパパのことを恨んでるんじゃないかな。福、パパに本当に愛されてるんだね。パパ。ん？パパ、大丈夫？大丈夫。パパは大丈夫だよ。パパの言うことよく聞いて、いい子になるよ。よしよし。キキ、どうしてうちに帰ってこないの？宿題はしたの？キキ。皆さん、おはよう。僕はキキ。私はみゆみゆよ。みんな、おまわりさんがどうやって僕たちの安全を守ってくれるのか知ってる？今日はおまわりさんになってパトロールしてみようか。それじゃあみんなで一緒に行ってみよう。身、おまわりさんになーれ。僕はおまわりさん、パトカーで回るよ。これは大変迷子だ、一緒にママを探すよ。私はおまわりさん、パトカーで人助け。困った時おいでよ、みんなの安全守るよ。私はおまわりさん、パトカーで送るよ。君の家に着いたよ、ママの元へお帰り。ミミミミ、あっママ、私の赤ちゃん。キキとミュウミュウに助けてくれてありがとう。今日はキキとミュウミュウが子猫ちゃんのママを探してあげました。みんなキキとミュウミュウにメダルをあげましょう。今日は遊園地に連れて行ってやるぞ。やったよし、さあシートベルトしっかり締めて出発。車のタイヤがくる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 、車のタイヤがくるくる、行こうよ遊園地。子供が車の窓開けて、窓開けて、窓開けて。子供が車の窓開けて、外に手を出した。子供がおもちゃを取ろうと手を伸ばす、手を伸ばす。子供がおもちゃを取ろうとシートベルトを外す。パパがそれ見てびっくり、車止める、車止める。パパがそれ見てびっくり、ベルトは外しちゃダメ。シートベルトして座るよ、ちゃんと座る、ちゃんと座る。シートベルトして座るよ、これでも安心。楽しい歌を歌うよ、歌うよ、歌うよ。楽しい歌を歌うよ、元気に歌おう。車のタイヤがくる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 、車のタイヤがくるくる、行こうよ遊園地。パパ、遊園地に着いたね。あ、見て見て、とっても大きな観覧車がある。やったー僕はキキ、私はミュウミュウよ。うわー、車がとっても多いね。道が混んでいるみたい、全然動かない。僕たちが交通警察官になって助けてあげよう。うん、そうしよう。ラリーバス変身、交通警察官になーれ。僕は交通警察官、交通整理をするよ。交通警察は止まれ、青は進め、黄色は注意。交通警察、こちらに動いてトラックさん、左に曲がりましょう。赤は止まれ、黄色は注意。交通警察、こちらに動いてタクシーさん、右に曲がりましょう。赤は止まれ、青は進め、黄色は注意。みんなのために交通整理をしました。みんなキキとミュウミュウにペダルをあげましょう。今から出かけてきます。赤ちゃんのことをよろしくお願いしますね。おじいさん、おじいさんも一緒に手伝ってくださいな。心配はいらないぞ。心配いりませんよ。ほら、赤ちゃんは今キキとミュウミュウと遊んでますよ。赤ちゃんいないいないば。ただいま。今日は赤ちゃんの面倒を見てくれてありがとう。どういたしまして。僕が先だよ。違うよ、僕が先だぞ。あ、二人とも喧嘩しないで。気になるよ。僕だってば。あらあら、どうしたの？先生、僕が先に来たのにピピが。違います先生、僕が先に着いたんです。キキ、ピピ。滑り台は一つしかありませんよ。二人とも遊びたいときはどうしたらいいかしら。順番に並んで遊んだらどうかしら。そうすればみんなで一緒に遊べるからもっと楽しいでしょ。ピピ、一緒に列に並ぼう。みんな一緒に滑り台に乗りましょう。長い滑り台、象の花みたい。みんなで並ぼう。手すりつかまって一歩ずつゆっくりなばらう。順番まとう。一人ずつ滑ろう。ちゃんと座ってゆっくり滑ろう。楽しい滑り台。長い滑り台、象の花みたい。みんなで並ぼう。手すりにつかまって一歩ずつゆっくり登ろう。順番まとう。一人ずつ滑ろう。ちゃんと座ってゆっくり滑ろう。楽しい滑り台。前のお友達が滑り台からちゃんと降りた後に滑りましょうね。おじさん、すみません。わざとじゃありません。暑くて水鉄砲で遊んでたんです。パパも暑かったからちょうどよかったよ。水をかけてくれたおかげで暑さが少し引いたよ。お前たち暑いだろう。パパと一緒にプールに行こうか。わー、パパ最高。水中メガネと浮き輪を持ってプールに行こうよ。楽しく泳ごう。両腕両足のびのびして、体のあちこち準備運動。手すりつかんでしっかりだと、一歩ずつゆっくり水に入ろう。両手すいすい、両足バタバタ、広いプール楽しく泳ごう。深いところは危ないから行っちゃダメだよ。ちびっ子たちは子供プールで遊びなさい。私たちも一緒に遊ぼう。水中メガネと浮き輪を持ってプールに行こうよ。楽しく泳ごう。両腕両足のびのびして、体のあちこち準備運動。手すりつかんでしっかりだと、一歩ずつゆっくり水に入ろう。両手すいすい、両足バタバタ、広いプール楽しく泳ごう。楽しく泳ぐよ。水鉄砲で遊ぼう。